皆さん、こんにちは。ソレア心理カウンセリングセンターの高間です。今日はいろいろ書いてあるんですけれども、受け入れる痛みについて、許す痛みとも言っていいのかと思うんですけれども、受け入れる痛みについて話してみたいと思います。死と生、死と再生の話なんですね。で、死と再生については、このタロット占いで少し説明しましたけれども、死と再生、どういうことだったかというと、ですね、すいません、頭しか見えてないみたいですね。これですね、死と、再生。死んで生き返る。死んで生き返る。これが死と再生でした。で、この受け入れる痛みっていうのは、死と、再生なんですね。死と生って書いてましたけど、英語で言うと live and die ですね。生きるか死ぬかというところです。この死と再生、死と生というのは、古くからいろんな人が言ってきて、とっても大変な過程だという、それゆえいろんな人が言ってるんだと思うんですね。受け入れるとか許すっていうのは、この生の側に入ります。で、あと生の側に入るのは、このみっしり感覚とか、しみじみ感覚、いっぱい詰まってる感覚とか、しみじみしてる感覚、いっぱい詰まってる感覚について、うつで少し話しました。で、しみじみしてる感覚は、このしんみりというビデオで少し話しました。これがみんなこの受け入れる側に、来ていることかなと思います。それと比較して、この死ですね。死というのはどういうものかというと、例えばですけれども、飢餓感とか、空っぽ感覚とか、虚無感、受け入れるっていうものに対しては、その反対として、飢餓感、欲しい欲しいですね。飢餓感どうして欲しいかというと、空っぽだからなんですね。満たして欲しいなんですね。で、それが満たされると、みっしり感が出てきます。死と生ですね。で、虚無感というのも、虚無感は死に入れてるんですが、もうほぼ死んだ状態に近いのではないかと思います。虚しい感覚で、これが、生に転じてくると、しみじみしてくるということです。で、この死と生、死と再生をめぐって、ここにすごい痛みが生じるわけです。死んで生き返るというのは、とっても大変な作業だということなんですね。ですから、よく許しなさいとか、自分を受け入れなさいと、これはよく言われることです。例えば宗教でもこういうことはよく言われると思います。それは実際そうなんですね。そうなんですけれども、それはものすごく大変なことで、で、それ一人では乗り切っていけないから、例えばカウンセリングがありますよ、宗教がありますよということになると思います。宗教の場合でも、10回とか5回とか、戒律があるんですけれど、そうやってフォーマットで決まってて、これを守りなさい、これ守ってれば受け入れられるようになりますよという、そのフォーマットに従ってやってるわけですけれど、カウンセリングに関しての場合は、そういうフォーマットはなくて、こうやってしていれば受け入れられるようになりますよというフォーマットはないんですね。ただ、
行動療法、認知行動療法の場合は結構マニュアル的ですから、フォーマットとして提示することもあるかと思いますけれども、そのフォーマットが使えるようになるためには、自分の感情というものに対して納得ができてないと、やっぱりフォーマットというのは生きてこない。ですから、認知行動療法が悪いというわけじゃないんですけれど、まず自分の感情、痛みを伴って性に転じてから、フォーマットを使えば結構スムーズにやれるのではないかと思っています。ですから、宗教も言ってしまえば、死から生に転じてから、生に転じるっていうのは幸せになるっていうことですね。この状態です。この状態になってから宗教をやる方が、何て言うんですか、スムーズにいくというか、より幸せになるのではないかと思っています。みんな大体苦しいから宗教に入るんですけれども、宗教とか瞑想もそうですね。あれは楽になってからやった方がいいのかなと思っています。この死と生というのは、何度も何度も表現を変えて立ち現れてくることで、カウンセリングの現場では常にこの死と生と、向き合っている、対峙している、ということになります。このカウンセリングルームで行われていることは、毎回毎回死と生について巡って、そういう話をしているということになるんでしょうか。今日は受け入れる痛み、許す痛みですね。そういうことについて、その死と再生ということを、テーマにして取り上げてみました。この話は、何度も他でまた形を変えて説明していきたいと思います。実際にこの場所で、これを体験していくということ、これが回復していくということになるかと思います。それが心理カウンセリングセンターの高間でした。